はようございます。おはようございます。今週もやってきましたモーニングギルド、アクトの大志です。はい、音楽家 T スパイスです。アナヤの直樹です。ふふ、会社20周年になりました氷川きよしも確か一緒です。そして今週も、ちょっと最後になっちゃいましたけども、矢吹はるなちゃんです。よろしくお願いします。なんか今後の活動とか予定とか。そうですね、今結構ハリウッドの作品のオーディションを受けたりとか実はしていて、あ、将来的にはこっちにとかっていう。そうですね、はい、来れたらいいなと思ってるので。あ、はい、じゃあここで問題です。お、来た突然の問題。これは芝居ではなくてバラエティ番組だったんですけど、結構危ないロケだったんですよ。ほう。で、実はそこで私一歩間違ったら死んでたかもっていう事態があったんです。それは何でしょう。バンジージャンプを。お、近い近い。バンジージャンプをすごい細い渓谷でやった。ブブー。あー、でもその線です。その線。あ、はい、空だと思ったんだけど、はい、スカイダイビング。ピンポン。おお、当たっちゃった。いきなり広いっていうのでもう空だなと思って。そう、まあ、それでまあこう飛ぶんですけど、全部やっぱ地上から何台もカメラが捉えてて、でインカムも全部つけてて地上とこうつながってるんですよ。で、今パラシュート開いてくださいとか、今右を引いてください、左を引いてくださいって、このパラシュートのこう着地点をちゃんとこうコントロールするために指示が全部来るんですけど、私が飛んだタイミングってちょっと夕方になって気流が乱れてるんですよ。雲よりちょっと高いぐらいの、そこで飛び降りて、で3000ぐらいになったらパラシュートを開かないといけないんですよ。で、私が飛んだ時の気流がめちゃめちゃ乱れてて、で私と一緒に2人のインストラクターが飛んでくれて、結構安定して飛べるはずだったんですけど、まあ何せ気流が乱れてるんでぐるぐるぐるってなっちゃって、1人ボーンって飛んでっちゃって、で1人の人が思いっきりガラガラってこう掴んでくれてたんですけど、上から落ちてくるスピードって結構想像してるより速いんですよ。でとにかく地面がいきなり近いみたいな、落っこってくるスピードと、これをいつやってるいいんだろうっていうタイミングがちょっと分かんなくなっちゃって、ちょっとパニックみたいな、ちょっとプチパニック、うん、でも近いけどまだ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 だよまだだよって言ってるんだけど、この言ってるまだだよまだだよっていうのが、え、まだだろまだだろみたいな、まだだろみたいな、え、だってもうぶつかるよみたいな、うん、私の中では。でも本当にもうちょっとまだまだまだって言われてたんだけど、今かもって自分の中で勝手に今だと思ってこう開いたら、ちょっと高すぎたんですよね、多分。ビルの2階ちょっと上ぐらい。それでも高いの。高いで、落ちると同時に足をガンってそのままなっちゃうと足折れるじゃないですか。折れちゃダメだから、そのまま転がって受け身を取って、はい、着地して怪我ゼロでした。着地して、おーすごい、力になってしまいましたけども、なんか今後の活動とかインスタとかあったりします？インスタグラムやってますよ。なんすか、最新情報とかそちらに載せます。なんすか、じゃあこちらですかね。はい、ぜひ皆さんフォローしてみてください。それでは、最後に一言皆さんにお願いします。はい、まあ、じゃあさっきも話した怪我というワードが出たので、今日一日皆さん怪我をしないように気をつけてお過ごしください。それでは一日を。さよなら。